ドジャースの山本由伸選手が、ついに対外試合デビューを果たしました。日本時間2月29日、昨年のワールドシリーズ王者である、レンジャーズとのオープン戦が行われ、メジャー1年目の山本選手が初先発し、世界一打線に対し、2回19球を投げ、被安打1、3三振の無失点で抑え、堂々のピッチングを披露しました。ベンチでは、前日、オープン戦デビューでドジャース1号を放った。大谷翔平選手が見守る中、少し緊張気味の表情でマウンドへ。なお、大谷選手は、この日の自身の練習を終えると、水原通訳と共に車に乗って、施設を後にしました。すると、約30分移動してサプライズで、敵地に姿を見せました。大谷選手クラスの主力選手が、出場予定がないにもかかわらず、敵地に訪れるのは異例です。そんな中迎えた注目の立ち上がり、先頭で迎えた打者は、メジャー12年目で、昨季29本塁打、通算1351安打の、セミエン選手で、世界一の先頭打者を迎えましたが、1球目はストレートでファール、2球目はカーブでファールと、緩急をつけて落ち着いたピッチング。2-2 と追い込むと、96マイル、約154キロメートルの、高め直球で空振りの三振、スタジアムから歓声が上がりました。2番のカーター選手には、ワンストライクから低めのストレートを、センター前に弾き返され、メジャー初ヒットを浴びました。迎える3番のラングフォード選手、山本選手は、3球すべてストレートで勝負し、サードゴロ併殺打で切り抜けました。ベンチに戻ると、キャッチャーのバーンズ選手と言葉を交わし、それが終わると、山本選手はベンチの中で、投球モーションをチェックしていました。2回の先頭は4番のロー選手で、ストレートとカーブで2ストライクに追い込むと、最後はスプリットで三振を奪いました。5番のハイム選手はストレートで詰まらせ、レフトフライとなりました。そして6番の左打者、タベラス選手には、ワンストライクから内角へのスライダーを投じました。これに対し、タベラス選手はのけぞるように避け、変化球のキレの良さも見せました。最後も低めのスプリットで三振を奪い、アウトを取りました。カウントを勘違いしていたのか、戻るタイミングが少し遅れた山本選手は、大谷選手から戻ってきてのジェスチャーで、ベンチでタッチし、苦笑いしていました。最速は96マイル、約154キロメートルで、19球中6球が計測されました。19球中、ボールはわずか3球で、ストライク率は 84% となり、3年連続で、投手4冠の制球力を見せつけました。この日の女房役を務めたのは、オースティン・バーンズ捕手です。彼は、ドジャース一筋で、通算545試合に出場し、さらに昨年3月の WBC では、メキシコ代表として戦ったベテランであり、日本最高峰の投手の印象は鮮烈でした。キャンプ初日にブルペンで、山本選手の球を捕球した際の印象を、次のように語っていました。とても印象的だった。制球力は、特別なものがあり、速球と変化球は、とても良かったです。私は、グローブを動かす必要がなかったし、好きな位置にボールを投げることができ、何がやりたいかも分かっている感じでした。高いレベルでの完成度を感じ取りました。WBC では、準決勝で、山本選手と2打席対戦しました。高めの速球で三振したと思います。ワインドアップから足を上げないで投げてくるから、投球フォームで幻惑される。おかげで、速球は伸びてくるように感じられましたし、対戦したからこそ、特徴も掴んでいました。敵にしたら難しい、だからこそ投球できることになって、嬉しいよ、と笑っていました。この日も1安打こそ許しましたが、バーンズ捕手が評価した通り、高めの直球と、スプリットで三振を奪い、抜群の安定感を披露しました。MLB は、公式インスタグラムに最初の打者が、三振に倒れる様子を記録し、
山本選手の投球動画を速報しました。日本時間が早朝であったにもかかわらず、山本由伸選手がトレンド入りしました。素晴らしいドジャースデビューで、朝5時からの投球と笑顔にキュンとする幸せな朝でした。山本選手の完璧なプレーに感動し、最後の笑顔は反則球でした。さすがの実力で3アウトを早々に決め、米国では様々な称賛の声が上がり、米国の X では山本選手はトップ10入りを果たしました。米国のファンたちも大興奮です。イエスイエスイエス、もうファンだよ。今年のドジャースはなんと120勝できるんじゃないかと期待しています。昨日は大谷、今日は山本と驚きのプレーが続いていて、ファンの心をしっかりと掴んでいますね。さらに米国のファンからは山本選手の新しいグローブにも注目が集まっています。この新しいグローブはチームカラーのブルーを基調にし、日本国旗とロサンゼルスの略称 LA、 そして自身のフルネームを漢字表記で刺繍したものです。このドジャース仕様のグローブは米国のファンを魅了しました。素敵で完璧すぎるグローブに感動します。このグローブは本当に欲しいです。山本選手の加入はスーパークールで素晴らしいです。彼は我々のエースであり、ドジャースのレジェンドになる投手です。また米国のファンは山本選手のフルネームの漢字表記に興味を持ち、その意味を説明するコメントもありました。山本選手のメジャーデビューは称賛されています。米国メディアの USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は、由伸山本はレンジャースの打線をなぎ倒し、デビュー戦で強烈な印象を残しました。彼は対戦した打者6人から3つの三振を奪い、次々とストライクを投げましたと絶賛しています。また FOX スポーツのアナリストであるベン・バーランダー氏も、山本選手のデビュー戦の投球はえげつなかったと驚愕しています。地元メディアであるドジャースネーションのダグ・マッケイン記者は、山本選手の制球の精度を称賛しました。彼の速球はどのリーグでも通用すると指摘し、昨年の平均速球が 95.3 マイル、約 153.4 キロであったことに比べて、それ以上の速さで投げることができる。山本選手の特別さに言及しました。米国の投球分析家のロブ・フリードマン氏も、山本選手の投球を見守りました。特にカーブに注目し、ヨーヨーカーブボールと命名しました。そのユニークさに感心し、ああやって投げる人は他にいない。とてもユニークだと述べました。山本選手の最速が96マイル、約155キロであった一方で、最も遅かったカーブは74マイル、約119キロで、その緩急ある投球にはスタンドからも驚きの声が上がりました。捕手としてバッテリーを組んだオースティン・バーンズも、山本選手を絶賛し、彼は素晴らしい。本当に優れた能力を持っているし、制球も素晴らしいと述べました。彼は速球を内外角に投げ切ることができるだけでなく、ナックルのような回転をする、打ちづらいスプリットも持っていることに触れ、カウントが悪くなっても変化球を投げることができる、よしはピンポイントに隅に投げることができると称賛しました。昨年12月、ドジャースとの契約で12年間にわたり、総額3億2500万ドル、約490億円を受け取り、投手としては史上最高額の契約を結んだ山本選手。大谷選手を除けば、この契約は史上最高額でした。大きな契約を結んでここに来たけど、実戦という経験を積めたことは、彼にとって大きなことだと思うと、バーンズ捕手は述べました。25歳の日本人右腕が初の対外試合で素晴らしいピッチングを見せ、デーブ・ロバーツ監督も驚嘆し、開幕に向けて順調な仕上がりをアピールしました。大谷選手が来ることを予想していなかったため、彼は嬉しさを話しました。大谷選手にお礼を述べると、
まずまずだな、と評価されたことを明かし、首脳陣を笑わせました。2回終了時には、一度マウンドに戻り、大谷選手からベンチに、戻ってこいというジェスチャーもありました。3アウトかなと思ったんですけど、雰囲気が違ったので間違ったかなと思ってマウンドに戻ったら、間違っていましたと苦笑いしました。それでも、落ち着いて投げようと決意し、立ち上がりからテンポよく投げられたことに少し安心した様子で、イニングが増えていってどうかというところで、とりあえず今日の登板は良かったと手応えを口にしました。さらに今日投げた球種について尋ねられると、ストレート、カットボール、カーブ、スプリットですと答え、球種は10種類ありますよねと問われると、記者に対して笑顔を見せました。山本選手はこれまで実戦形式の打撃練習やライブ BP で2回登板し、調整を行ってきました。順調に進めば、3月20日から韓国で行われるパドレスとの開幕2連戦で公式戦デビューする予定です。いかがだったでしょうか？最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか？前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。